77日目ラッキーセブンやっていきましょう。早いですな、時間が進むのはあっという間の。さあ帰ってきました。そしたら取引もう一回やっとこっか。取引をしてエイトラに修繕をつけて的な感じのことができればいいなっていう感じでいこう。ほいほいと、これとこの辺回収して先にちょっとあれだな、地下ミルツール地下無流セットはさ、シルカーボックスに入れとこうかな。これ1個でもあると多分後々良くなる気がする。言っちゃった。はい。はいっと。オッケー。さあさあ。さっきカッカッカってやったもんね。だもんで、何個かはエメラルドゲットできるはず。あとはエメラルド、どうしようかな。畑作った方がいいのかな、やっぱり。畑は畑へ時間かかるからな。どこ行った？あ、いたいたいた。そい。そい。いいね。それは取引のためかい？そい。そい。で、よいしょ。あ、いいね。ほい。ほい。本持ってくればよかった。本持ってくればよかった。ちょっと待って、トイックまだできるけど、待って。めっちゃ仕事するね。やりおる。つか、これやっぱ、棒強えな。棒。この一回のやつでもうこんだけたくさんエメラルド手に入ってるもんね。よいしょ。急ぎ。本。いっぱい持ってこう。ほ、ほ、ほ。よいしょ。ちょい、ちょい。ニートとニートじゃない時の差が激しい。せやな。私みたいなもんだ。活動するときはめちゃくちゃ活動するけども、活動しないときは活動しないからね。まあ、言うて活動、動画投稿してないだけで仕事はしてんだけどさ。この企画がさ、この企画をメインにしたいもんでさ、他の編集に時間を当てる時間が、他の編集の時間がないんだよね。ちょっと悩んでんだよ、今。この企画完全にもう、マックスでやるか、それとも、ちゃんと他の企画もやっていくかっていうね、お悩み案件、今のところ。トン、トン。あれ？もう一回カカンカンってやってもいいんだよ。もう一回カカンカンってやっても。私は、よろしくやってくれた今。なんやねん。人が見てるとダメなのかな？脅してみる？マウント取られた。めっちゃマウント取ってくんだけど、なにこいつ。あー、ナイス。素晴らしいね。ナイスだ。もうこれも全部やっちゃおっか。はい。あ、いいっすね。それいいよ。そんな感じでいこっか、今後も。さあ、もう一個、あ、しゃ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 、これで、修繕、さらにもう一個手に入る。え？あ、違うんかい。はい、修繕。さあ、どうする？修繕2個手に入ったよ。何につける？修繕。まあ、とりあえず8ラインつけるけども、もう一個どうしよう。これでいいか、体でいいかな。レベル足りなそうだけどな。クワは絶対つけない。とりあえず、エリのトラちゃん。エリのトラちゃんどこやった？私。おい、エイのトラちゃん。これにはつけるよね。ターン。ターン。とりあえずはこれだよね。修繕。胴体でもいいかな。胴体もしくは、ツルハシなんだけども。あ、私まだ幸運2なんだっけ？ 3 持ってないんだっけ私幸運。胴体かなまずは。もう一個幸運2のやつあったら、から、くっつければ。あ、これとこれくっつけるってのか。そうだね。じゃあもう、より一層胴体だね。ほいっと。素晴らしいね、これで。さあ、そしたら、もう作りに行くか、簡易的なやつ。名札あるし。ね。名前を、エンダー、なんだっけ名前。エンダーマイトか。エンダーマイト。エンダーマイト。エンドーナイト。かっこよくなこれ。夜の人って書いてナイトって読む。線路とレール。で、あと何が欲しい？これ何個か持ってった方がいいのかな？これ持ってって、で、下に掘ってってやるじゃんね。ナマス掘るんだっけなぁ。覚えてねえなぁ。まあ、行くか。あ、待って。あれだ。木材は絶対持ってった方がいい。危ない危ない。普通にいそうだけど、せやろ？ナイトくん絶対いるでしょ。夜の人って書いてナイトくん。これは、よりひとって言われるやつ。ねえ、何してきたんだっけ？木材。よいしょ。ほい。ほいっと。今ならいるのはキラキラだから。つかむしろね、今はね、キラキラネーム多いから、お前の名前普通って言われてるから、多分。知らんけど。太郎いじられた。太郎まで言っちゃうとさすがにね、花子と同じような感じだからな。名前でいじられちゃう感じ、ワンチャンあるかもしんないね。古風な名前はシワシワネームって言われ、そうなんだ。
もっとなんかいいネーミングセンスなかったのかな、シワシワよりもさ、なんかさ、渋々渋々の方がまだ良かったんじゃない、渋々渋い感じでね。掘りまーす。この高さが今61、でも62から44でいいのかな、44で合ってる、そんな下までいけんのかな、そもそも。ただこの本島というかジエンドの島は結構浅いもんで、あんまり下掘りすぎちゃうと穴が開いちゃうから、それも気をつけないとかんだよね。あ、怖い。ちょっと待って、ほんと下掘るのほんと怖い。変な動き方すると下掘っちゃうからな。その時は笑ってあげます。いや、もうほんとにダメ、それだけはほんとにダメ。やっちゃ、高さは39。まだまだいけるよね、多分。昨日双葉さんのライブ見ながら人生初の寝落ちしました。おう、昨日お昼にって話？でも昨日私もね、夜ね、めっちゃ早く寝た。最近ずっと5時間睡眠、6時間睡眠、4時間睡眠が続いてたもんでさ、昨日夜の配信なかった分、ご飯食べた後ちょっとゆったりしてたんだけど、気づいたらもううとうとしてて寝てた。10時半とか11時ぐらいにはもう寝ててね。で、4時半ぐらいに起きたんだけどさ、夏さんにね、起きるの早すぎだから寝ろって言われた。でもすごい、私最近ほんとね、ちゃんとね、朝起きて夜寝てるから、もう2月入ってから多分ずっとだと思う。ちゃんと3月に復帰しようっていう風な、そういう心持ちでいるもんで、しっかりと夜寝て朝起きれる。これ62、もうあと2マスでいっか。じゃあここでだいたいちょうど良くなるはず。はい、オッケー。だ、みんなはさ、学校あるからとか会社があるから起きるわけでしょ。私、会社あるわけでも学校あるわけでもない感じなのに起きれたって偉くない？そしたら一番下を2マスずつちょっと広げていこうかな。偉い。せやろ、それだけ聞くと羨ま。せやな、こういう風にね、仕事しなくても大丈夫なようにね、生活できるようになったのは本当ひとえに私が今までたくさん面白い動画を作ってきたわけだからね。ありがとうございます、私。そしたら、ここら辺も、こういう感じにしといて、で、ここに集まってくるんだよね、ここに。ここに集まってくるもんで、もう1マス、外側でもいいな、多分。そしたら、ここら辺からもう一回上に上がってかんとかなんだけども、まあちょっと上がるか、普通に。2マスずつ掘って、1マスは落下式をつけて。おい、おい、おい、おい。一番下、万が一のこと考えて、水敷いた方が良かったかもしれない。水バケツ、そうだね。万が一、ないわ。これさ、はしご作った方が良かったか。はしご置きながらの方が良かったな。そうしよう。ので、オッケー。で、77、終了。78日目。まあ、いや、はしごだな。ここの行き来は全部はしごで行こう。お、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 そい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 。そい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 。トン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 。オッケー。さあ、これで上まで上がってきました。そしたら、作業台置いてきちゃったか。作業台作って、んで、12個ぐらいに、ちょっと多めに作っとくか。タンタンタン、タンタンタン、タン、タンとやって、で、これ作って、トン、トンとやって、これ、私落ちない？高さどんぐらいだっけ？この、ここでいいよね、確か。ここ。もう一個上だっけ？あれ？まあいいや。そして、もう一個上？はい。ここの上？で、1、2、3。ここの高さに来る。そこでいける気が。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。これで、いいかな。さあ、あとは、一発でエンダーマイトが出れば完璧よ。エンダーパール、私どこやった？もう置いてきちゃったっけ？またもやこれを使う機会があった。ささ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 さ。おーおーおーおおお。えい。えい。えい。また役に立ったね。えい。確率どんぐらいだっけ、エンダーマイトって。よいしょ。8%？ はい。5%？ あ、5%だったら1回できるわ。よし。じゃあ行きましょう。トン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 。2%？ 2% か。2% だったら3回ぐらいかかるかな。よいしょ。よいしょ。めっちゃ怖い。待って、これ減らないよね、耐久。痛い。ちょっと
いや、ちょ、あの全然出ない。出ないんか、マジか、おかしいな。よし、 5%? 5% だったら1回出るはずなんだけどな、おかしいな。これジャンプしながら出ないとかないよね。これここでやって大丈夫？あ、大丈夫だった。昔さ、こうやってやった時にさ、通過して落ちちゃった記憶があるもんでさ、全然出ねえ、全然出ねえ。失敗作活躍してる。もうこんだけやれば十分かな多分。はい、え、出なすぎじゃない？ちょっと。え、で、出な、こんな出ない？え、嘘？全然出ねえ。やべえ。15個しか落ちてない。足元にやっても出るよね、確か。全然出ないんだけど。出るよね、そうだよね。全然出ない。えいや、あ、もうこんだけあれば出るわ、さすがに。これは出る、間違いない。えいえいえい、これだって出し方これ合ってるもんな。こういう感じでやるもん。あ、ほらほら、たまたまだったわ。ということで、エンダーナイトくん名前つけて、よいしょ、乗せて、いってぇ！ほ、ほ、ほい。ヒューっとここ入ってって、すでにもういるんだけど。すでにいるんだけど。さ、さ。一旦ここ外したいな。よしよしよし。で、さ、さ、さ。まっ！ああ、危な、装備も違ったし、今。これで成功？なんか他にやることあるかな？あ、もう一個これ壊すのか？これも壊した方がいいよね、多分。上にエンダーマンワープしちゃおうかな、これだと。これでできてるか、これでいいのかな？できてるから、いっか。大丈夫だよね。よし、じゃあ、これで下行こう。さあ、この状態で、どれぐらいの効率があるか。十分だと思うけどな。今回の、あれ？高す、ちょっと待って。しんどる。しんどる。しんどるんだが。これは？あ、よし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 。あ、完璧すぎた。大して、こいつよくないな、多分。あんま落ちてこないね。湧きつぶし挟めた方がいいかな。湧きつぶしするか、ちょこっと。そんなにこいつよくないので湧きつぶししよう。クリスタルの周りに湧かないようにしよう。そうすれば一気にこいつよくなるはずだからね。原木あるか。よし。だから、このね、こっち側。あ、でも行ってるのは行ってるな。行って、見えるのは見えるのか。じゃあ、行かないとこだけ、こうやって湧きつぶしせるのか。このね、全然もう行かないところにたくさんいちゃうと、ここに居座っちゃってこいつが悪くなっちゃうんだよね。だからこういうとこを湧き潰しすることによって、ちゃんと行く子たちが残るようになるから的な、そういう感じ。とりあえず今作れる松明分をやろうかな。これこの湧き潰しすればするほど効率が上がるからな。これ湧き潰し1日かかる？もしかして。78になったら教えてください。あ、78。終了！ 79 日目やっていきましょう。湧き潰し、湧き潰し。下手したら15分、20分、全部湧き潰しかもしれん。それぐらいの気持ちでいきましょう。例えばこの前、タリナーズコーヒーって友達の買い物が流れで行ったら、めっちゃウケました。ほんと。よかった、そんな言葉で受けてくれる友達でね。タイナーズコーヒーって私以外使ってないもんね、ほんと。めっちゃ脇が偏ってる。ねえ。外側から内側に回ってった方がいいかもしれん。少しずつやるよりも。
さあ、あとどんぐらいだ？まだまだできそうだな。とりあえず、あと1スタック。松明あと1スタック分は、やろうかな。はかはかの愚痴に弟が参戦して、私消えたんですけど、双葉さん見たらすぐ収まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいけどね。よかったです。さて、さて、ここら辺がな、偏ってんだよな。エンドクリスタルの外側、この辺めっちゃあるんだよね。うわ、広いな、ここ。こっから向こうは大丈夫だから、一回戻って、こうやって少しずつ外側から攻めていこう。このトラップ完成したら、何する次。やるべきことは何だ？あー、トーテム取り行くの前だね。そうだね。修繕でエイトラを直して、不死のトーテムを取り行く。それも愛だね。森の妖怪の敵さ、斧持ってるやつさ、あの子って確か、フルネザーライトでもさ、結構強いよね。ネザーライト、まだフルネザーライトになってないもんでさ、ワンチャンフルネザーライトにするためのネザーライトトリックでもありか。さあ、これで、どれぐらい効率よくなるかな。だいぶ上がると思うけどね。こんだけ湧き潰し制でやーね。これでエンダーパールがザクザク。いらんけどね、そんなね。一日のほとんどが湧き潰し制やな。動画時間3秒とか。3秒までいかんか、さすがに。10秒くらいかな。よし。こんなもんか？とりあえず。こんだけ湧き潰ししとけば、大丈夫かな？あ、でもあそこら辺湧いてる。届いてない。見えてないんだよな。平坦じゃないから。あ、置いちゃった。でも、あ、この子行ったね。ここが見えてないんだね。この辺じゃ湧かないようにしよう。こんだけでいいかな。これでいけるか。あ、ここにこれがあるからか。これによって見えなくなってるんだ。さあ、行ってみよう。さあ、じゃあ、エリトラ装備して、さらにこれ左手持って、ほほほほほほってる。お、えい、うるさ、うるさ、うるさ、うん、いいじゃん。それなりに。さっきに比べたら全然。さっきに比べたらだいぶいいね。おお、十分だよね。レベル30まで行きたいな、せっかくだったら。まあ3、意外と時間かかる。3分くらいかかるかもしれないな。上のレンガ壊しても大丈夫じゃないですか。ああ、1アス上げたんだ、そういえば。回収もできる。ああ、素晴らしい。さあ、あと3だ。ここに、ここでもいいのかな、ワンちゃん。あ、ここにでもいいんだ。ここでいいんだ。素手でいけるのかな。あ、素手でいける。素手でいける。素晴らしいね。止まってない？なんか止まったんだけど、いきなり。死んだ？エンダーマイト。あ、来た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 。変なところに溜まったんだと思う、多分。いっぱい。絶滅。なんでやん。ラスト！ラスト！ラストー！オッケー！レベル30、帰ろう。さあ、これでネザーライトのチェストプレートと頭が修繕ついて、もう いくらでも大量にね、使えるようになったけども、大丈夫だよね。何匹かこれ、こういう感じで止まっちゃうんだね。これだよ、これ。これが、ブロックだからだ。これ外して大丈夫かな、これ。ちょっと外してみる、一回。確か外しても大丈夫だった気がするんだけど、どう思う？大丈夫だったよね、確かこれ。はい。あ、よかった、大丈夫だ。これでいいね。これが正解じゃん、確かね。これで攻撃食らないはず。そうだね。あ、正解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 。あ、全部落ちてく。あ、正解、正解。素晴らしい。よし。そしたら、よし、オッケー。帰りましょう。よいしょ。はい。ということで、終了って行きたいけども、まだちょっとだけ時間があると思うから、エンダーパール、今持ってるやつだけ、こっち入れて、よし、オッケー。終了！お疲れ様でーす。79日目が終了しました。幸運さんが欲しい！幸運さんが欲しいからさ、ちょっと今から幸運さん出すね、それじゃあ一発で。私ぐらいの実況視力あれば、これもう余裕で出ちゃうよ、幸運さん。いくよ。幸運さんのツルハシ、デデン！どう思う？幸運さんだと思う、これ。いや、さすがに幸運さんだよね。あ、そうか、合成した方がいいのか。そうだね、そうしよう。カードコで合成するか、普通に。そしたら、あ、録画してる？はい。
録画開始79日目やっていきましょう。レベルが30になったので幸運さんのツルハシを作りましょう。ということで金床を新しいものを作っておいて、これとこれレベル22、まあまあまあいいでしょう。はい、効率5、幸運3、耐久3、素晴らしいね。さあそしたら、ちょっと待って、時間があるからこのやつに修繕つけるの多分結構時間かかるかな。まあ、うん、どうしようかな。ブランチマイニングでも行くかまたよいしょ。これ入れていきますか。結局のところレベル上げするのブランチマイニングが一番楽なんだよね。レベル上げ以外もできるからね。ダイヤ集めもできるもんでね、そのこと考えたらレベルブランチマイニングなんだよね。あ、ネザライト、ネザライトか。ネザライト探しもいっか。先にブランチマイニング、ネザライト、ネザライト先、どっちがいいと思う、先に行くの。ネザライト行く、ネザライト行くか。それじゃあ、じゃあもしものために耐火ポーションも持ってくか。だから2個あればいいかな。事故ることは2回ぐらいでしょ多分。ということで、オッケー、これでいこう。そしたら、いやーちょっと待って、当たれ、当たらんか。あー、ガスの涙欲しいな。ガスの涙欲しい。あるか、あれ、ガスの涙。あ、これは、これは、あ、な、あ、あ、ないで、ここを下にこうやって階段棒で掘ってるじゃんね、確か最初にここ掘ってるもんで、でここマグマだまりがあったもんでいけなかったんだけども、今回は耐火のポーション持ってるからマグマだまりだろうがなんだろうがいけるんだよね。だからここで一回耐火のポーション飲んじゃって、でさらに下にどんどん行っちゃおう作戦。ここからどこまで行く？ブロック置けないんだけど、なんかブロック置けないんだけど、どんだけ深いのこれ。え、どんだけ深いのこれ、やっぱめっちゃ深いこれ。これ、まあ、岩盤までついてんじゃないかぐらいまで深いんだけど。高さ今いくつ？ 20、 さすがにだった。でこういう感じで4つ。んでここを掘るんだけども、これ2マス、2マスの方がいいかな。1マス怖いかな。こういう感じで、さすがに直下掘りは怖いので、こういう感じ。直下掘り関係ないかな、どうせ岩盤だもんな。大丈夫か、直下掘りで。で20マスだもんね。トントントン。で9、下行きすぎてる。トントン、11、14ぐらいがいいんだっけ。ここでいいのかな。じゃあここから、めっちゃ掘れる、めっちゃパンパン。え、これやばくない、この速さ。ほらほら、あやや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 、どっちが速いんだろうね。一直線行くのとどっちがいいと思う。一直線の方がいいのかな。めっちゃ速いね、絶対一直線の方がいい気がするな。でもこれクリエイティブかクリエイティブよりも速いと思う多分。おお、はやーやばい、これ走るだけ道ができる、これで。ほら、おー、見逃しちゃいそう、見逃しちゃうかな、大丈夫かな。走んない方がいいかな、せめて、せめて歩くか。あー素晴らしい、素晴らしいねこれね。あったあったー、これシルクタッチの方がいいのかな。精錬して経験値手に入れる、あんま関係ないかな。はい、シルクタッチで1、2、まあ、あと2個でいいじゃんね。仕事だけ関係ないです。あ、関係ないか。あ、そっかそっか。どっちにしても静電か。よいしょ。ほほほほほほほ。これがもう出ちゃったら、他のとこに行くか。じゃあ、こっちの方行こう。はい。はい。出ますなぁ。足かも3個もう集まっちゃったんだけど、あの足分どうする。さすがにもうちょい集めるか。あと8分あるもんね。やっぱ早いな、あっという間だわ。おー、でマグマが出たらお買い上がると、よいしょ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 。
さあしっかり見逃さないように、しんとかんからね、見逃さないように。おーおー、よいしょ。もうこっちクリエ涙目だね、この速さ。早い、早すぎる。あーい、ちょっと出なくなってきた、全然出なくなってきたんだけど、もうちょい出てもいいんじゃない。これが普通です。うそー、あーもうめっちゃ出んな。おほほほほほほ、またですか。あ、でもこれだったら大丈夫か、上からじゃないし。うん、一マスマグマ、せめてさ、ツルハシ分は欲しいよね、ツルハシ分。だからもうちょい頑張ろう、ツルハシ分まで。だあと3個かな、多分。あと3個分欲しい。あと2個、ありがとうございます。で、あと2個頑張ろう。ちょっと試しにさ、こうやってやってみるか、一回。この速さだったらさ、3マスずつこうやって、こうやってやった方がいいのかな、ワンチャン。3マスとか4マス、5マスずつ。あ、気持ちいい。おお、おお、あったー。あ、これめっちゃ気持ちいい。やーべえ、これ気持ちいいな。3個、あ、もう集まったわ、これで。1日でこの量だ。今いくつ、1日で8個だって。やば、寝づらいと余裕すぎるね。こんな簡単に集まるんだね。むしろダイヤよりも余裕まである、これ。さすがにそれはない?よいしょ。よいしょ。うわー!あ、疲れた。あ、でもなんかやっぱ見つからないときは見つからないな。耐久がなくなってきた。あと2塊ぐらい欲しいんだけどな。ああ。耐久がねえよ。あ、よし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 。ゲイ。あ、いいね、2個。もう1塊欲しいな。もう1塊。あ、いいね、3個。やっぱもう1塊欲しい。それで、何作る?もう1塊あったら。ツルハ、フル装備とツルハシはもうできてる。剣かな?剣。剣が1番か?あと1個までは頑張るか。あー、出ない。全然出なくなってきた。あー、出た出た。オッケー、ちょうど80、素晴らしい。さあ、じゃあこれ回収して。はい、オッケー、出ました、終了。81日目。ちょっと寝ざらく持って帰ろうかな、せっかくだし。せっかく掘ったんだもんな、耐久を減らして。持って帰ろう持って帰ろう、何かに使えるかもしれない。せやな、精錬して。村人のね、施設がまだ全然できてないからね。あれ雷鳴ったらウィッチになっちゃうし、全然できてないから、ああいう施設、地下施設を作るときにね、ネザライト使えそうだよね。雰囲気が良さそうだよね、ネザライトね。雰囲気は悪そう。こっち帰り道で合ってんのかな。左にタイマー添えてるか、逆かな、これ。逆っぽいよね、多分。逆行った方がいいかな。あー、いっぱいある、いっぱいある、これ、ほら。よし。あ、座標ありがとうございます。まあ、それ、そうだね。座標の方向に掘っていくのもありだね。掘るか?じゃあ、59のマイナス10ね。あ、もう、ここら辺だ。向こうか。直線で向こう。ワンチャン、もしかしたら手に入るかもしれないね。新たな何かが。おーい。時間かかるかな?でも掘った方が。掘った方が時間かかるような気もする。普通に行った方が早いか。おー。あー、すごい。すっごい。すっごい、まっすぐ来たのにー。判断一瞬でも遅れたら死ねるからね、やばいよね。よし、オッケー、帰ってきたー。あーふー、帰ってこれたー。ほいほいほい、ただいまー。なんとか帰ってこれた。はしご持ってきてあるから、はしご使ってもよかったな。どこ、やめなさい、ガストを舐め、遠いところからまた撃ってんね。めっちゃ遠いじゃん。いけるか?いけそうな。行くか。はい、ただいま。そしたら、ネザライトを焼きましょう。ネザライトを焼いて、いろいろなことあるな、今日。これ取って、これ焼いて、んで、ネザー金鉱石って、幸運の方がいいかな、やっぱ。ポン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 と、こういう意味あんのかな、これ。果たして、こうして、よいしょ。めっちゃアイテム増えたな。
こっちだよね、やるとしたら。修繕欲しいな。あ、もう修繕次かな、やるとしたら。今日修繕多分できないよね。原木ないしな。あ、でもワンチャンいけるか。原木回収ってこれ何分かかったっけ。原木回収、でももうすでに7分経ってんのか。じゃあ無理か。あー、無理そうだな。次回にしよう。なんで、回収して、回収して、ネザライトインゴットを作り、そして足をネザライトにして、これどっちにしよう。こっちだよね、さすがに。ダイヤモンドのやつをネザライトにして、そして、これでいいかな。これネザライトにすればさ、ウィザーの頭集めもっと楽なるかな。どうしよう、どれにしよう、剣。これでいっか。一番強いやつにするか、これで。ウィザー頭ソードも、ネザライトにして、ドーンめっちゃ強くなった、これ。ほら、ほら。やばくないこれ、ほら。この強さやばくない？見て、この動き。滑らか。滑らかな、この動き。私さ、天井から、いけるようにしたっけ？ネザー要塞。してないよね、まだ。動きは変わらん。してないよね。オッケー、ありがとうございます。さあ、そしたら、9分か。あ、ていうかまだ原木こんなあったじゃん。原木あるじゃん、いっぱい意外と。原木あるじゃん、行ってこい行ってこいよ。ワンチャンこんだけあれば、ワンチャンあるぞ。ほほほ。本も持ってかなきゃ。次回は力落とし施設作るの前だな。本本本本、こっち入れたっけ。 No。 本私どこやった、そもそも。あれ、本シルカーに入れたっけ。シルカーか。じゃあ上行っていいのか。ありがとうございます。さあ、もう一個ね、修繕欲しいな。もう一個問題はカンカンカンしてない可能性もあるからね。はいよ。お、いいね、できるよ、素晴らしいよ。4個ずつ、はい、っと、さいさい、いいよ、さいさい、いいよ。あーあー、妖怪、あ、でも妖怪だけども、いける、これいける、ほいっと、これはいけるっしょ。あ、完璧。ピツタリ。ピツタリ炊いた。そして、飛び道具再生。なるほど。修繕が欲しいです。本。本、本、本、本。これか。本。んで、修繕。はい。修繕を幸運鶴橋につければいいかな、それじゃあ。いや、つけない方がいいかな。どうしよう。いや、つけた方がいいか。つけていいか。いいよね。じゃあこの修、あ、それか装備だ。あー、でもこっちの方がいいかな。座れないってこと分かったもんね。そうだよね、確かそうだよね。鶴橋でも座れないでいいのかな、経験値マックスなれば座れないで、もうファイナルアンサー、ファイナルアンサー。じゃあこれでいっか。効率5、幸運3、耐久3、修繕。もうこれもうエンドコンテンツじゃん。もうあと修繕2個つければさ、死なんぞ私一生ね。え、最高今日だわ。来ましたわ。ということで、今日こそはね、移動しても寝れることを信じて、ちょっと移動してみよう。はい。じゃあ、終了。おー、寝れたー、やったー